日本語コンテペ日本語コンテペイ,テペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテペの時間ですね皆さん元気ですか。今日は新宿の巨人について新宿の巨人はいはいはい皆さん元気ですか日本語コンテペの時間ですね夜ですね夜あの実は今日はあの僕はレッスンが少なかった えー、そしてまあ,あの朝も2つぐらいしかレッスンがなくて、えー、昼の時間ずっとまあ暇暇ですねはい暇という言葉僕はあまり使わないけどちょっと暇でしたえー、まああのー、ちょっといろいろねいろいろ別に何もしてないけど電車に乗ってまあなんか新宿とかちょっと歩いたりあのコーヒー飲んだりして。 過ごしました、ね、そしてあのまあ,あの夜はあのまあすを買ってねあのサーモンの寿司を買ってあの奥さんと食べ子供はねまだあの生の魚が苦手なんですね、はい、まだまだ小さい子供だからあの、まあ、小さい子供でも寿司が好きな子もいるんですけど、まあ、半分ぐらいですかね多分。 僕の子供の年だと半分ぐらいの子はまあ寿司を食べるまあネタによってねネタというのはそのまあ魚のことですけど魚によって食べるけど魚によっては食べないえー、例えばサーモンとかねマグロとかは食べるけどえー、なんかこうまあイワシとかイカとか。 なんかちょっとそういうのは好きじゃないとか、ね、まあい,いろいろあるんですが全然生の魚を食べないのはまあ半分ぐらいかな僕の子供を含めてまあ僕のお姉さんもね結構長い間あの寿司が好きじゃなかったけど今大好きですねなで結構変わるかもしれないねあの僕はちなみにまあ結構大丈夫だったかな あんま覚えてないですね僕はね実はね小さいこの子供の時の記憶があんまりないんですよねはい僕の記憶があのすごくはっきりするのはまああのもちろん大学生から大学生からの僕はもう今の僕とほとんど同じぐらいの記憶がありますもう昨日のことのように大学の時のことを思い出す 高校はですねちょっとなんかもちろん覚えてますよほとんど覚えてるけどなんか夢みたいな,なんかふわふわした感じがあるねどちらかといったら悪い夢のような感じでえ中学生は覚えてるけどそれもなんか自分で自分じゃないみたいな感じでで小学生はまあそうですね10歳。 歳ぐららいかかは結構覚えてるかな、はい、でもその前ですよね、はい、10歳までねなんか記憶が本当に曖昧っていうかね全然はっきりしてないです、はい、だから僕の子供ぐらいの年の時ね7歳ぐらいの時は,はあんまり覚えてないな、はい、全然覚えてないはい僕の子供も あの大きくなったら今のこと忘れるのかなと思ってねちょっとあの寂しいような気もしますけどとにかくとにかくえ新宿に行ってきましたねまあ新宿はね結構面白い街そして変な街はいあのいろいろなことがあるえ前もこの話をしたかもしれないですけどね新宿っていうところは本当にいろいろな 場所いろいろな人たちがいてちょっと一言ででは語れないですよね例えばね秋葉原はまあそのオタクとか漫画コンテンツとかアニメとかねあるでしょう。まあ渋谷も実はいろいろあるんですが基本的にはまあ若い人が集まったりまああのちょっとあの文化文化的な。 あのことが多いかな新しい文化とかファッションとかそういう音楽とかねそういう感じですよね。でまあ,あの東京駅はねやっぱビジネスとか、まああのまあ、どちらかというとちょっと大人っぽいものとか、まあ、銀座は本当になんかに高級な感じとか、まあ、あるでしょある程度あのイメージっていうのは。 新宿の中には銀座のようなあのデパートやブティック、ね、もあるしあの秋葉原のようなちょっとこう電気電化製品やオタクっぽいところもあるし渋谷のようなあの若い人が集まるようなあの場所やあのものもあるし、えー、まるであの何こうあの うーん代々木公園のようなねあの大きい新宿御苑という公園もあるし、えー、もちろん東京都庁ですね東京都庁東京のガバメントですね東京の都庁もあるしその周りにはたくさんのビジネスやホテルや、えー、そういうものもある新宿には歌舞伎町もあったり、えー、なんかいろいろなんですよね。 色々そしてそのそれぞれの場所にまたそれぞれあるんですよはいあのそれぞれの場所にそれぞれ何かこうごちゃごちゃしてるわけですよこのエリアはこれだけみたいな感じがないんですよねこのエリアにはあれもそれもこれもあるみたいなまあとにかくね新宿というところは面白いで「新宿の巨人」って何 <laughs> 今日のトピックのタイトルね「新宿の巨人」って何っていうとあの僕の子供がね 進撃の巨人ってあるでしょアニメ。進撃の巨人って言えないんですね、はい。進撃の巨人って言えなくて、新宿の巨人っていつも言ってるね。僕の子供はあの進撃の巨人が好きじゃない。怖いんですよ。まだ小さすぎて。で、いつかお台場で、えー、お台場だったかなお台場エリアですね。はいはい。お台場エリアで、まあちょっとあの、 まあ、テーマパークみたいなところに行ってそこであの「進撃の巨人」のなんかブースがあってそれを経験してもう本当にね確かにね進撃の巨人はちょっと大人まあ大人もしくは、まあ、少なくとも高校生ぐらい中学生高校生以上かなだから小さい子供にとってはちょっと怖いんですね でもうなんかいろいろなところであのなんかこうテレビのコマーシャルとかいろんなお店でグッズとかあるでしょ「進撃の巨人」人気ですからねでそういうのを見,見かけると僕の子供もうわー新宿の巨人が怖い」って言うんですねはいで僕はいやいや「新宿じゃないよ進撃だよ」いやあ進撃新宿の巨人が怖い」あの 全然その進撃とは言わないんですよねなんか懐かしいなと思ったらあのポックポーン覚えてますか皆さんポックポーン僕の子供があのポップコーンと言えなくてずっとポックポーンって言ってたんですよね何歳までかな本当六歳ぐらいまでもう去年ぐらいですよねずっとポックポーンポックポーンって言ってて 最近はね「ポップコーン」ってちゃんと言えるようになったんですけどあの今度は「新宿の巨人」「新劇の巨人」じゃなくて,新て、ね「新宿の巨人」と言ってしまう面白いですね新宿の巨人んかなんかいそうな気がしますよね「新宿の巨人」ね、なんかあのなんかこう映画とかでありそうですよね 新宿の巨人なんかなんかヤクザっぽい映画みたいな新宿の巨人、はい、まああとはまあまあヤクザっぽい感じがしますよね新宿の巨人というのはあの新宿っていうところであんまりその他の他のイメージがあんまりないですよねその巨人新宿の巨人ね あの例えば僕の田舎とかだとね大分の巨人とかねなんかヤクザのイメージとかはないですよ大分の巨人っていうとなんか大きいあのなんかこう仏,仏像のようなねあの鎌倉の大仏、ね、鎌倉のグレートブッダみたいなそんな感じで大分の巨人っていうとなんか何か大きいスタチューかなと思いますよね。新宿の巨人だと やっぱちょっとそういうイメージよりちょっとメタフォリックな何かこう何かヤクザとかの話かなっていう気がしますね「新宿の巨人」はいまあまあ、まあ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 あのー、今日は良かったですよ,、はいはい、あのよいい日だったあのー、やっぱり、あのー、たくさん歩いたからね新宿を歩くだけではすごい疲れますね足が疲れる。 たくさん歩いて、えー、美味しいコーヒー飲んで、まあ美味しいケーキ食べて、で、夜は美味しい寿司を食べてるわけですよ。こんなにいい日がありますかそして、これからウイスキータイムです、ね。美味しいウイスキー飲んで、あの、こういう日もいいですね。はい。皆さんも、何、何事もないような、あの、まあ、なんていうかな。まあちょっとリラックスした一日ね。あの、これ大事だと思いますよ。うん。のりこさんもよく言ってますね。 はい、大事です休みは大事ですまあそうですね今日は休みだったわけですよはいでもなんか休みのまま終わるのが嫌だったんであのこんな風にポッドキャストを撮ることにしましたなんかね嫌なんですよなんか自分が自分のためだけに一日使ったっていうことになんかこうちょっとギルティーフィーリングがあるんですね何か何か人にあげたいと思う、ね、何かなんかこうなんかね 最近なんかそうそういい気持ちが強いですよねなんかこう自分がなんか楽しむだけでなんかいいかなと思ってはい,いやもちろんいいはずですよあのいいはずで休みだからねでもなんかね僕エネルギーがあるから十分あるんでやっぱり何か作って何かあげ,あげたいみたいに思うんですよね、はい、そしてそれを待っててくれる聞いてくれる皆さんがいるこれは本当に幸せなことです 私は幸せな人。ありがとうございます。ね、というわけで、皆さん、おやすみなさい。僕はそろそろ寝ますね、えー。僕はそろそろウイスキー飲んで寝るんで、皆さんもあの仕事に行ったり、えー、それとも、皆さんも一緒に寝たり、ねあの、してください。というわけで、勝手に生きてください。それでは、チャオチャオ。あしたの夜、またね、またね、またね。